はい、じゃあ本日もやってまいりましょう。近畿大学の公募の問題でございますが、はい、いきます。 We need to leave for the airport fairly soon. Leave for につきましては、ニョロニョロに向けて出発するになりますので、 for がつくかつかないかで違いますから気をつけてください。Fairly soon っていうのは、間もなくとかもうすぐっていう風な言い方になります。したがって、まあ、私たちはもうすぐ空港に向けて出発する必要がありますよっていうのは言い方をしている。 Are you packed and ready to go? パックについては荷造りするというふうな意味合いがありますので、まあ荷物詰めてもう準備できたっていうふうな言い方をしているわけです。で、この後ですよね。 I think so. まあそうだと思うよって B が言う。で、B に対して次 A がね、あ、まあ親御さんなんでしょうか。 Why the sad face? はい、どうしてそんな悲しい顔してるのっていう風な言い方をしてるわけです、まあ、おそらくここに What do you have? とかなんかそういった意味はなんでしょうけれども、 Why the sad face? という言い方をします。で、You know、ね、知っての通りだけどさ、4番なんだよって言って、で、この4番なんだよっていうセリフに対して、まあここから選んでいくわけなんですけれども、はい、選択肢が4つあるわけで、これちょっと今回面白い問題だったんですけれども、まあ、1つ目が England is probably not all that different from the USA、まあ、イングランドを主題で喋っていて、2番目が It's not as you haven't been Asia before、ね、アジアを主題で喋ってて、3つ目が Living in China has always been what you've wanted、 中国の話をしてて、4つ目が You don't seem all that excited to study in Italy。 イタリアの主題で話してるんですよね。で、これらの4つの国が出てくることに対して、で、それぞれいろんなことで言ってるんですけれども、後ろの部分が I'm a little nervous、 いや、もうちょっと不安でさ、とちょっと不安でさ。 Are you a long term to be away from family and friends?ね、1年間も家族や友達の元から離れるのは長いよっていうふうに言ってる。で、何が言いたいかというと、この時点で一切国名が出てきてないんですよ。なので、あれだけ選択肢で具体的に国名出てきてるのに、ここから断定する要素が全くないんですよね。で、正直この段階で選べないんですよ。で、こういうふうにその後に続く文章、まあその後も A もあって、 A の文章からも分からなくて、その場で選べない時っていうのは、はい、これは後からヒントがあると考えた方がいいです。この場合、後からヒントというか回答根拠があると考えて、一旦この場では置いておきましょうね。解かなくていいね。次にどこかで出てくるはずです。なので、そのまま解かずに突き進むわけです。It's going to be a great adventure. まあもうすごいいい冒険になるさと。And remember, you're the one who wanted to study abroad. 海外に行きたいんでしょ。You can't cancel now. 今更キャンセルできないよっていうような言い方をするわけです。で、次なんですけれども、はい、ここで次 B が、こういったことを言うわけですね。B が次に言ったのが、こちらになるんですけれども、The problem is that I've never really been on my own before. On my own っていうのは、要するに、この言い方で一人でになるので、結局そうやって考えると、はい、今回の場合は、まあ、誰の助けも借りづらいよね。このような捉え方をすればいいです。まあ本当に、まあ皆さん高校生もほとんどそうだと思うんですけれども、ね、これまで私は誰の助けも借りなかったことなんてない。ね、そうですよね。ご飯とかだってね、基本的にお母さん作ってくれますからね。And what I do if? 私はどうなっちゃうのっていうので、if 以下が出てくるわけなんですよね。はい。で、この if 以下を解くときも、ちょっと今回もなかなか面白くて、いろいろこう属性が分かれるんですよね、これね。結構面白かったですよ。なかなか解きにくくてね。はい。if 以下を見ていく場合に、こうです。It can't
make any friends at the university. 大学で友達一人もできなかったらどうしよう。I don't get along well with my host family. Get along with 結構間違えてる人いるんですけど、これニョロニョロとうまくやっていくです。こうね、付き合うっていう風によく教材なんかで載ってるから、彼氏彼女の付き合うだと思ってる人いるんですけど、そのニュアンスはないので気をつけましょう。上司とか周りの人とうまく折り合いをつけていくっていう意味合いです。ならホストファミリーとうまくやっていけなかったらどうしようとなります。で、次が I get homesick and miss my college friends. 大学の友達と会えなくてホームシックになったら。I have issues with the flight crew on the way to Asia. まあなんかこれは飛行機に乗ってる時の話をしてますが、このように4択の選択肢の中にいろいろホストファミリーとか大学の友達とか大学で友達ができないとかあるんですけれども、むしろ見るしかないんですよね、ここの部分、見ていくわけなんですけれどもよいしょ、後ろの部分につながるのが、しっかりね、指示語とか見てください。You've already talked to them online several times now. すでに今や何回かオンラインで彼らと話しているじゃないかっていうふうな言い方をしています。つまりここで出てくるのは、指示語として現れているのは、やはり them。複数ですよね。で、さらに見ていきますと、とこの後ろだよね、I have to admit、the youngest Marco is a political kid to share his room with me というようなところですね。はい、で私はそれは認めないといけないし、一番若いマルコは、はい、で、私と部屋を一緒に共有するすげえいいやつだって言っていて、ここですよね、 their youngest って言ってますよね。普通に考えたら、大学の友達だったら、younger, youngest の関係性ってできないですよね。なぜなら年齢が一緒だから。したがって、これは年齢差がある関係性がここに見受けられるわけでございます。そうすると、年齢差がある関係性でかつ複数となると、この5番というのは、やはりここですよね。その相手に家系がある My host family、 ホストファミリーの家族のことを言ってると考えて、5番の正解は E でございます。とこのように指示語で判断するっていうのは前の話ね、このね動画でも言ってるんですけれども、同じように複数だけで解けるわけではなくて、こういった文章中のね意味合いとかからも考えれるので気をつけましょう。はい、じゃあまた見ていくわけなんですけれども、でまあなんかこうサッカーが好きでとあるんですけれども、その後の A のこのセリフ That's split There's a little light、 これはね That's split っていうのは、ぜひ知っておくといいんですけれども、何かこう難しいことに挑戦している時なんかに相手に対して言うセリフなんですけれども、その意気込みだよみたいな、その息だよみたいなね、こう頑張れよ的なニュアンスで使ってます。 That's it、 その息だよ、その調子だよ、その心だよっていうのは言い方です。なら今からおそらく留学に行く、ね、家族に対してこう強いセリフを吐いてくれてるわけですっていうようなところです。まあお母さんがね言ってるわけだって、うんね、で、多分海外行くのが夢なんでしょうね。で、As you use your mom, you're not wrong. 間違ってないお母さんって。I guess I just need to rethink this.、ね、ちょっと考え直す必要があっただけだよって。Rethink っていうのは何々を考え直すという言い方で、これは意外とね、国公立とか受ける、ね、可能性のある子とかはやっぱり英作とかで使えるといいですよね。It's only a year in my life and I need to stop worrying.、ねな人生の中のたった1年なんだし、私は少し、ね、心配するのをやめる必要があるねっていうような言い方をしてます。でこの後にお母さんのセリフがあるわけなんですけど、ここでようやく4番の、回答根拠が見えます。 You wanted to study Italian ね、
はい、イタリア語を学ぶ出てきましたね。 Since high school、 高校の頃からイタリア語を学びたがってたじゃん。はい、ここですよね。なので、イタリアという風な根拠が出てきたので、ようやく4番のところの問題が解けます。4番のところですけれども、こちら4つ国挙げられておりましたが、ここですよね。 Don't seem all that excited to study in Italy ね、はい、っていうようなところで、はい、まあイタリアで勉強するっていうことに対して、こうすごい、ね、こうワクワクしてないように見えるけどつって、不安そうなね、もともと最初不安があったのをそれ心配してたんでね、このようなセリフの正解は A になるわけでございます。はい、なので、見てわかるように回答根拠が必ず文の後にあるとは限らないので、でとにかくパッと探してないようだったら先に進む、これは結構大事になりますんで、よろしくお願いします。はい、でそのままあと見ていくわけなんですけれども、はい、 Are you convinced me that、 convince 出てきましたね。これ nearly イコールなんですけれども、結局 tell とかとほとんど変わらないんですよね。 tell or that 型ができるわけですね。それ人で入るでしょ。 convince は確信させる、納得させるの意味で言ってるけど、 O に何々を伝えるという言い方では一緒です。で私に以下ですよね。 living within the culture and using language daily is bestね、文化圏の中で住んで言語を使うのが一番だって私を納得させたじゃんって、お母さんが言ってるわけです。あ、そうだったね、そうだったねっていう風なところになるわけでございまして、でその後続くわけなんですよね。 That right、 その通りさ、ほにゃらかにゃら。でだいぶ慣れてきたかもしれませんが、6番もまたパッと見た時に、相変わらずいろんな登場人物いるんですよ、ここね見ていくと。はい、I learned from the study about brochure。 登場人物いないですね。 brochure はパンフレット、下の方2つで出てきます。まあそのまま読んでて、 I read about that when completing the application と言いつつも、こっち Miss Peters ね、 Peters さん、 Peters さん、どちらか分かりませんが、 Peters さんが出てくるわけです。でこっちに、Peter talked to me in detail about that when he got work、こっち he で出てきてます。でこっちは miss なんで、おそらく指示語は she とか her が来るわけです。このあたりの指示語がね、当然性別によっては変わりますので、こちらの男性の Peter なのか女性の Peters なのか、そのあたりを見ていくのが最後の鍵です。はい、では見ていきますと、最後6番のところですが、どのように言っているのか。はい、 B のセリフに対して、I seem to remember you telling me about that and how their experience overseas changed her life と言ってますね。はい、ですからここのところで、私はあなたが私に対して、そのことについて言ったし、どれだけ海外での経験というのが彼女の人生を変えたか言ってくれたことを覚えてるよって言ってるわけです。なので her life というふうに指示語が her でつながってるので、今回の場合、正解は Miss Peters が出てくるうになるわけですよねっていうようなところです。はい、前にも言ってますし何度も言いますけれども、あくまでも大学がっていうのは回答根拠1個にしないといけないので、このように確実な指示語とかから、正解根拠を見出せるようになってる、いうふうに作られてますから、ね、今回ちょっと4番のようにすぐ解けない問題ありましたけれども、必ずどこかに回答根拠1個に絞れるものあると思って頑張っていただいたらいいかと思います。それではまた皆さん勉強頑張ってください。以上です。